太古に神々がいた。神々は人間に雨を降らせ、時には人を生き返らせた。人間は神々を崇拝した。神々のことを称賛し、心から敬った。しかし、人間の畏敬と正義は、いつしか神々が持つ力への渇望と欲望へと変わっていった。手に入れたい。600年の間、畏敬と賛美という名のもと隠れていた人間の欲望は、その力の根源を見つけた瞬間、真の姿を現した。我々も神になれる。人間たちはそれまで
近づいたらまた攻撃されるから気をつけよっと。森に落ちてる葉っぱを集めよう。次はウサギを探しに行く。ち、逃がしちゃった。何をしても起きないんだよね、このカメ。いつまで寝るつもり？ウサギを探そう。森で見つけられるよ。これでよし。じゃあ家に戻ってルアレットを作ろうかな。
今だ。わー、隠れてたの？ずるいよ。ほら、やはり叩いたら出てきた。チッ、家に潜り込んで奇襲した方が確実だったのによ。何言ってんだ。家の中に罠が仕掛けてあるかもしれねえだろう。その通りだ。地形把握してるし、外の方が有利だって。はあ、起きてすぐにルアレット作っといてよかった。ほら、かかってきて。はあ、が罠を仕掛けて待ってたなんてね。なら今度は私が先に勇士たちをやっつけちゃえばいいじゃん。
話せないあんたに言ったところで無駄だもんね。勇士たちを片付けてくれるのは確かにいいことだよ。私の前ではこんなにおとなしいし。けど、なんであんたに近づいたら私まで攻撃するの？